よしこさん、はい、ヨロピコ米なんですけど、はい、このヨロピコ、はい、そうですよ、出てきました、これこれ何キロ ?5 キロ ?5 キロです。あ、これで5キロ、はい、はい、で、5キロで、まあ、今回数に限定があるんですけど、うん、ヨロピコ米の方も販売させてもらいます。これは、ね、ネット上で販売サイトの方で見ていただくと限定が何人でって、で、金額で2980円で売ろうかなと思ってます。で、俺がサイン書くよね。はい、ということね。そうですね、全部ね、俺書くね。はい、わかりました。俺書いたらまずいじゃないですか。まずいまずいっていう感じで、はい、またヨロピコ米販売開始しますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、水が綺麗なんですよね、その田川、筑後の田川ってところが、うん、で、ホタルの町なんですよ。あっちね、いるね。そうなんですよ、うん、だから水が綺麗なところにやっぱホタルいるじゃないですか、うん、で、そこで作られたお米なんで、バッティングとピッチングができるようにお腹を全部やっていきたいと思います。よしひこチャンネルご覧の皆様、楽しみにしておいてください。まあ広陵高校って言えば寮 PL の寮よりも厳しいとかいう、まあ、噂があったんですけど、なんかすごいかったんでしょ。厳しいというのはやっぱり縦社会が厳しかったので、寮の規律というのは、はい、まあ、1年生までで、はいはいはい、2年生になると、まあ、ある程度こうダラダラになるというか、1年は厳しかったですよね。せーの、コロナに負けるなプレイボール、よくぞこれも怖い。誰がいる、結構いますよ。これはいっぱいですよ。何いや、もうキリがない、キリがない。そうですね、中林誠二さんからじゃあ、カープでしょ。カープカープでと中田蓮がいて、野村雄介がいて、上本がいて、今金本さんもですよね。あ、金本、金本、金本、うん、見て、まあ、もういたり、羽生とか結構いるんだけど、まあ今で言えばカープで言えば吉井さんが注目してる中村選手ですよね。あ、中村選手。ああ、そうやな、うん、あれもそうやな。そうです、そうです、あの足速いしな、はい、足速いです。どこやっても上手なよな。原慎二さんに謝ることはないでしょう。謝ってほしいことございませんか。いや、僕はないですけど、今日チャンスですよ。忘れもしない、はいはい、まあ多分3年目、2年目、3年目だと思うんですけど、はい、昼に、はい、まあ、寮で、はい、まあ、練習が終わったとかわからないんですけど、はい、高橋さんも多分試合がない日か、はい、練習日かなんかで、はい、昼にハラハラーって放送があったから、はい、はーいって言ったら、はい、ちょっと練習するんで手伝ってくれないかって言われて、わかりました。で、夏やったんですよ、はい、で、まあ、T シャツとランニングパンツと、はい、サンダルで、はい、室内練習を行って、はい、で、ボールをこうマシンにこうやって、はいはいはい、で、マシンのとこ座ってからね、高橋さんの家をこうやって見とるじゃないですか、はい、だから、あ、今の仕方いいよなーとか高橋さんの家なんか言ってるわけ、はい、あ、今のいいと思うんですよ。で、あれ400球ぐらい入るんですかね、入る ね、うん、あれ1回打つじゃないですか、はい、全部拾って、はい、もう1回、もう800球以上打ってたじゃないですか、はい、すごい、やっぱり、はい、入れて、はい、全部打ち終わって、はい、で、ボールが詰め寄ったら、そう、もう腹うまい、せっかくなんだからお前もバットと、ね、はい、スパイク履いて一緒に打てばいいじゃないか、はい、ね、はい、あ、そうですね、次そうしますって言って、で、じゃああと頼むなって言って、ボール3番してたんだけど、はい、じゃああと頼むな、わかりました、それ全部、原さんが全部拾ってで、高橋さんはじゃあ、また頼む正解ですよ。いやいや、それは言っていい、言っていい、それは覚えと、それは覚えてる。それはいいんですよ。やっぱ集めて、ね、片付けて、
支払いして終わるじゃないですか、はい、で100回やって、はい、たら後日、はい、あらーって放送があったんで、はい、あ、はい、言ったらちょっと手伝ってくれないか、分かりました、はい、よしじゃあ今日はちょっとバットとスパイクが入って、はい、変わってて、はいはい、で、また同じような方法でやってて、はい、いつちょっと交代打てよとか言われるんかな思ったら、はい、まあ、なしですよね悪いなしなんですよ、はい、それで、はい、2箱目打ち終わって、はい、ボール休めてる時に、はい、なんでこんなスパイク入ってんだよとかなんでバットとスパイク持ってきてんのって言われてもうこれ悪いっすよこれ吉野さん、吉野さんこれ謝っとった方がいいですよこれいかこれうざったほうがこれはいかほんとでもね、ずっとね、それは覚えてるあーちゃんと覚えてんですねほんとね、拾いたくないんで使われてるからああ打ってですねマジで、はい、でも、狭いからまだいいですかなすすあれ広かったらなんやこいつになるけどいやいや、あの広い狭い関係ないじゃないですか広側としてはスタイレスよ、でもね内野バットのスタイレスじゃないまあまあそうですバッティング場が、はいはい、これ謝っとくべきじゃない悪かったっていやいや本当にマジでこうやって話してると本当ね自分がな、はい、思うよほんまにひどいことしたなって野球以外はいや、まあある日ですね高橋さんの右膝だったんですかね左膝、はい、右膝壊してね、うん、もう毎試合か毎日か抵抗運動ってこう、はいはい、トレーナーと一緒にやる、はい、やるちゃったもんね、はい、定期的にあの寮の食堂の、はい、の登ったところに畳の部屋があるんですけど、はい、テレビがあって、はい、あそこでいつもトレーナーとこう抵抗運動されるんですよで僕はたまたま食事に行ったのか腰の治療にしてもらいに行ったのか覚えてないんですけどまあ若気の至りでですね高い1枚1800円ぐらいするようなあのビキニパンツ、はい、結構生地がいいかったんですよ、はい、あれの原色をですね、はい奮発して僕買ったんですよ、はいはいはい、赤と真っ黄色と青と茶色と、はい、もう一色なんか分からんけど、はい、それ買ったんですよ、ちっちゃく1800円ですよ俺、たまたま食堂行って、畳のとこ行ってトレーナー見せたのかな、腰かなんかを見てもらうの、はいはい、高橋さんがそのパンツ見て、はい、多分黄色はとったんですよ、はい、なんだお前そのパンツはまっちゃーなーって言ってトレーナー、ハサミってハサミ持ってちょっと薬行こう何ですかここ行けんって切られた切られたんですかわひどいですねあ、それで800円が消えたんだやっぱやんちゃだったですね、吉子一番やんちゃの子やもんな、多分な俺なあの時マジで後輩たまらないっすね多分ね、遠征行った時が一番安心したよな、後輩な、まあね、でも高橋さんもあんまり寮におってなかった気がするんですけど、ね、ああ、なるほどポルシェはあんまり見たことなかったんでなるほど、なるほどいいからいや、なんかそうですね夜のころ、市内にいたからあ市内循環したからポルシェですそうそうだから、ある方が珍しかったですねああ、結構ですね赤いポルシェあるわと思って戦慄が走るよやばいってでしょははは一応料理在籍って感じですねそうだねもうみんないない方が平和だったってことだよねそうです平和ですよ、うん、もう寮長のね、はい、木下京僧さん、まあはい、おられたんですけど、はい、あの人が何かのきっかけでね、はい、全員ミーティングだって、はい、1軍2軍関係なく、はい、10時ミーティング、はい、で10時に全員揃ったんですよ、はい、いないんですよいるわけないよな、その時間にしたらね、寮長がその時でたまたま怒ってね、高橋さんのこと、はい、あの吉野野郎だけちょっとかまさなきゃいけんだ、ほんまって、ね、ミーティングがあるのに、分かってるのに帰ってきてないって、はい、あの野郎とか一回やらないけんと思って、もう先生も聞いとるわけですよ、はいはいはい、やれるもんなんかなって思ってそれで、高橋さん帰る前に、まあ、ミーティングしようぜ、はいねただ帰ってきたんですよ、はいはい、で高橋さんが「あっ清さん帰りました」って「およしご苦労」
何それと思ってさっきのやったのでいいだろ、なんじゃったんじゃろうと思ってあ、よし、飲むろってちょっとびっくりしたやったるぜ、俺に挨拶やったるぜってことあ、そういうことですかそういうことや、口は激しかったよまあ、次から次にやっぱり出てきますね出てくるね吉彦伝説いやいやいやこれ本になりますよ、皆さんのいやいやいやもう賛成量もないことだしまあそうですねそういうことは全部きれいに忘れてだから今俺だからそういう面ではあれしてるやん懺悔の旅してるやん懺悔の旅ずっと懺悔だらけやずっと謝ってるわけですアジアさんも全部さんもずっと謝ってるそうですねマジであれアジアさんメンタバ飛び出し事件は俺俺サングラスかけてで、次の日、ミーティングコーチやったんやんか、宮さん小葉さんに、何度も昼にサングラスかけて見てみて、こう、泡でこう作ってるのにはぁ、分かるなほんまやんちゃすぎだわまあまあ、ですね、でまあ今となっちゃうそういう楽しい思い出話ができるという、うん、まあ本当、まあ野球さえ成績の残しはなんとかなると思ってたからねあだから練習はやっぱほんまやったもん俺そこにこう原さんたちがこうサポートサポートやねサポート言い方としてはサポート、うん、ありがとうねあの時はボール拾ってくれてありがとうボール残していくみたいな、ね、なんか想像つくけどでも高橋さんがすごい少年見えた時があったんですよほうほうキャンプの時にね、はい、僕高橋さんが、まあ、先に、まあ、練習が上がる僕ら5時ぐらいに上がるからですよ、はいで、宿舎に戻って、はい、僕と高橋さんのフロアが同じフロアで、はいね、僕が奥じゃったんですよ、はい、それでユニオンのままこう帰るったら「おしに!」部屋呼ばれたんですよ、はい、高橋さん部屋ドア開いとったんで、はい、あの小さなホテル、うん、全部開けてるんだよ、ね、あこは自動じゃないんで開けとったんで僕を見かけたんか知らないんですけど「おしに!」ちょっと入れよ、はい、なんじゃろうああ怖いですよねこれ何か分かるか、はい、これ何ですかってマキちゃんから手紙来たんだよマキちゃんから手紙来たんだよ少年ですね思わず少年待ってるたまたま先にノック受けるとき、木下さんと一緒に受けるときね、はい、同じやったら、あ、汚れる汚れる下だなんか水がいいそうなんでお前そんな足掘るかなって、ご視聴ありがとうございました、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします本日もありがとうはい、もう一回はいはい、行くよ。はい、真面目に行こう、真面目に。真面目に。